今から使うカバーマークのこのファンデーションなんですけど、私は緊急帰国してた時にカバーマークさんのカウンターに寄ったら、 B さんのお肌がすっごい綺麗で、え、何使ってるんですかって聞いたら、このファンデーション使ってますって教えてもらったので買ってきたんですけど、見た目もねすっごい可愛いんだよね。きらめく星空っていう感じなんですけど、こちら開けると付属のスポンジとこのカバーの中にファンデーションが入ってるんだよね。こんな感じになってます。で、これの公式ネットでの紹介文は、一塗りでシミが消える美しい人肌を再現するクリームコンパクトファンデーションだそうです。で、これはね、もともとリフィルとあとこのケースが別売りでなっているので、まあ、その場でね BA さんがセットしてくださるものになります。では、これをのせる前に一度皆さんと私の今のお肌の状況をチェックしていきたいと思います。まずまぶたなんですけど、私すごい皮膚が薄いから血管とかすっごい出やすいんだよね。あとクマ、寝てない証拠ですね。あと毛穴もすごい開いてます。最近ね4時寝るのが当たり前みたいな生活を送ってたんでね、そばかすもねすごい出てます。血管もねこの辺にちょろちょろと出てますっていう感じです。では今日はね、長時間にわたってこのファンデーションはどれくらい長持ちしてくれるのかもチェックしていきたいので、まず半顔くらいはこのファンデーションだけを使ってカバーをしていきたいと思います。残りの半分はいつも通りに化粧して下地をつけたり、あとお粉もつけていこうかなと思います。あ、なんか溶けるような感じだね。割と柔らかいテクスチャーっていう感じです。早速この辺にスワッチ、かなりカバー力がありそうな感じ。なんかねすごい早い段階でお肌にピタッとしてくれるような感じです。後からこうやって触ると結構ね表面がサラサラっとしてます。では早速ついてきたスポンジでファンデーションを取っていきます。なんかね BA さんによると本当にシューみたいな感じで取ってこれぐらいで足りるそうです。まず頬のこの辺にのせていきます。はい、うわー、これ結構カバー力すごいね。じゃあ次はクマに行きたいと思います。なんかね BA さんによると本当に角のところを使ってこうチョーンっていう感じで取っていくといいって言われました。で、これをこう叩き込むような感じでクマの下に伸ばしていくって言ってました。クマは結構変わるんじゃないかな。いつものコンシーラーで隠したクマよりかもちゃんとカバーされてる気がします。こう左右の差がすごい分かりやすいね。じゃあ次はお鼻周り行こうかな。で、お鼻周りは BA さん曰くこの残った粉で伸ばしていくような感じ。どう、みんな、こっちはカバーした方でこっちはまだしてない方です。こっちはまだこうね毛穴が見えるけど、こっちはこんな感じで毛穴も綺麗に埋めてくれた感じです。はい、では今こっち半分塗り終わりました。もうかなり変わりましたね。なんかねこっち半分つけてみた感想は、すっごいカバーをしっかりしてくれるだけではなくて、ちゃんとねこういう風にツヤ感もね残ってるんだよね。これってすごい嬉しいよね。こう、あ、ファンデーション塗ってるなこの人っていうのは分かるんだけど、肌にすごい密着してくれて、そして肌の中に溶け込んでるような気がします。じゃあこっちはね本当に私はいつも化粧する順番でやっていきます。まずこちらのムーンのスキンスムーザーつけていきます。次はこちらのポーランド城の化粧下地を薄く伸ばしていこうかな。これくらいで。この化粧下地はね本当に美容液っていうテクスチャーで、すごい伸びもいいし、肌に負担をかけずにちゃんと保湿をしてくれるような感じです。で、ちょっとファンデーショントントンって通って、だいたいこれくらいですね。こんな感じで、まあ当たり前なんですけど、化粧下地をつけてからこのファンデーションをのせるとよりカバーされてる感じはします。こうファンデーションとお肌の中の密着度がグッと上がった気はします。まあ塗ってる感もそれなりにこっちに比べたら出ちゃおうかなっていう気はするんですけど、ちょっとね今両側の差ができちゃってるんで、こっちもねちょっとだけカバーしていきます。はい、じゃあさっきも言った通りこっち半分だけをこなしていきます。ちょっと皆さん問題発生。さっきねトーンのお粉でぐる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 したら、このファンデーションがこんな感じでよれてきちゃった。どうしようかな。でもまあこれもレビューの一つになるからこのままにしとこうかな。はい、っていう感じでこのファンデーションを塗り終わりました。で、今日はねこれから主人と買い物行って、あとゴルフに行って
てっていう感じなので、ヒューストンまだ夏だし、十分このファンデーションをどれくらいキープしてくれるかっていうのを見れるんじゃないかなと思います。よかったら最後までお付き合いください。はい、っていう感じで今から主人と出かけてこようかなと思います。今はね、ヒューストンの3時54分です。はい、今ウルタビューティーというところに串買いに来ました。で、ヒューストンね、見て見てこの太陽、もうすっごい暑い、やばい眩しい。もうね、これが31度らしいんだよね。もう全然40度近くあるんじゃないのっていう感じ。なんかね、CA メイクに使うのが本当こういう一番シンプルなやつ、こういうこうシャキシャキシャキってなってるやつ、これにします。はい、今ゴルフ場に来てます。前回のゴルフ場よりね、こう開放感があってすごくいい感じです。こんな感じで、今日はね、スパイシーチキンを頼んでます。はい、今ご飯食べ終わって外に出てます。で、今の時刻は8時51分です。だいたい化粧してから4時間半くらいが経ちましたね。では一度レビューしていきたいと思います。で、こっち半分はファンデーションしか塗らなかった方で、こっちが化粧下地、そしてお粉をつけた方ですね。じゃあまずこっちを見ていきましょう。多少ね、目の下にファンデーションが溜まり込んでるんだけど、あと毛穴のところはね、こんな感じでちょっとまあファンデーションが食い込んでますね。あとお鼻周りはね、油はちょっと出てきてて、油が浮いてるからってファンデーションは全然溶けてないですね。ここもまあいい感じですね。はい、じゃあこっち半分に行きましょう。こっちも同じくちょっとファンデーションが食い込んでますね。ここ周りはね、こんな感じにちょっとよれてるんですけど、あとここにニキビボツって1個できちゃったんだよね。で、お鼻周りはこんな感じで割とサラーっとしてる感じで、口周りもまだいい感じですね。で、全然ご飯食べてこの辺がよれてないですね。まあこんな感じで4時間が経ちました。じゃあまた後ほど皆さんにレビューしていきます。はい、ただいま。今お家に帰ってきました。ちょっと撮り終わったっていうことで、皆さんにこのファンデーションの最後のレビューをしようかなと思います。では今の時刻はですね、11時37分です。はい、なのでこの化粧をしてから7時間か7時間半くらい経ったのかなという感じです。じゃあ早速見ていきましょう。こっち半分はファンデーションだけ塗った方ですね。で、こっちは下地、ファンデーション、お粉つけた方ですね。じゃあファンデーションだけ塗った方から見ていくと、まあ目周りはね、今日そんなによれてないんだよね。ファンデーションが入り込んでるところはもう朝からずっと入り込んでたところで、まあ、ちょっとね、クマのカバー力はちょっとだけ下がってきてるかなっていう感じはします。じゃあ次、頬周りいきましょう。頬もね、そんなによれてないんだよね。逆になんかこう油といい感じにこうよりツヤ感が出たかなっていう気はします。ただね、ここの毛穴にちょっとファンデーションが食い込んでるのもね、朝からずっと食い込んでたんで。じゃあ次、小鼻行きましょう。小鼻はね、結構よれてきましたね。もうこの線のところのファンデーションがもう溶けちゃってますね。はい、次口周り、ここもねちょっと取れてきましたね。はい、じゃあ次こっち半分いきたいと思います。まあ目周りはこんな感じで、まあ朝からずっと食い込んでますね。クマもね、こっちと同じようにちょっとファンデーションが取れてきてる感じはします。次は頬ですね。朝の感じですね。で、お鼻周りはね、こっちに比べてあんまりこうドロドロになってないんだよね。こっちはね、もうここドロドロなんだけど、こっちは割とまだ綺麗にキープされてますね。次、口周りもそうだね、あんまり両側変わらないかなという気はします。はい、という感じで、今日はね一切化粧直しをしてなかったので、じゃあどうしようかな、ちょっとお鼻周りのテカってるところを一回ティッシュオフをして様子を見てみたいと思います。今日の初めてのティッシュオフです。はい、こんな感じでやっていきます。さっきちょっとドロドロになってたところが若干良くなってきた気はする。じゃあこのファンデーションを使って化粧直しできるかどうかっていうのもチェックしていきたいと思います。どうしようかな、目周りの方が一番分かりやすいかなと思うんで、目の周りにつけていきたいと思います。じゃあトーンとワンタップ今しました。じゃあこっちに
トントンしていこうかな。結構いい感じにカバーされたね。そしてこのファンデーション重ねてもそんなにこう厚塗り感は出てないのかなって思うんですけど、次はじゃあお鼻周りを。あー綺麗になったね。うん、これ結構化粧直しとしても使えるかもしれないね。なんかこうマシュマロ肌みたいな鼻に戻ったねっていう感じで、これ結構化粧直しにも使えそうな気はします。で今日の一日を通して私は結構このファンデーションありだと思うんですけど、まあハイカバーのファンデーションだし、やっぱりこうつける量をねすごい注意しないと、全顔に全部伸ばしたら結構厚塗り感は出ちゃうんじゃないかなと思うので、まあこれからはね私結構クマとかひどいんで、なのでねクマとかにトントントンってつけたりとか、あとシミそばかすのところに使おうかなって思います。ただ本当にお肌の綺麗な方だったら別にこんぐらいのハイカバーのファンデーションを使わなくてもいいかなっていう風に思いましたね。こうニキビ肌だったり、あと私みたいにね本当にこうクマがねすごいひどいので、まあそういう方にはね向いてるんじゃないかなって思います。あとねさっき言ったようにピンポイントでねこうクマのところにだけのせたりとか、あとシミそばかすのところにだけのせたりするのもいいかなと思います。これはね私の女としての意見なんですけど、これからうちの主人にもねどうっていう風に聞いていこうかなって思います。ダーリー座ってここに、映らなくていいから、このファンデーションどう思ったか正直に言ってくれる？いや、まあ、綺麗だよ。すごい不自然なぐらいカバーしてる。あー、はいはいはい。ちょっと粉っぽいから厚化粧感があった。でもそれ、今はそんなにないから、多分取れてきたぐらいの方が多分、うん、なるほど、確かにそうかもしれない。はいっていう感じです。はいっていう感じで今日のレビューは終わりにしたいと思います。あとね、せっかくなのでカバーマークで買った他のものも使って今日の化粧をしていきたいと思います。こちらはねカバーマークさんの試供品なんですけど、まずさっきの一番薄いピンクをアイホール全体に伸ばしていきます。これを二重幅のところまで伸ばしていきます。はい、そしたら周りムラができてるところはこの一番明るいカラーでぼかしていきます。じゃあ最後は付属のチップを使ってこの一番濃い茶色を取っていきます。これはねゴールドのパールが入ってる茶色という感じです。この茶色を下の方にものせていこうかな。はい、そしたらこれを目の三角ゾーンにのせていきます。はい、これがこのアイシャドウを使って作った目元です。はい、今眉毛を完成させてきたんですけど、今日もねこちらのエクセルの PD02 番と、あとこちらねヘビーローテーションの眉マスカラを使ってやってます。今日のこのアイシャドウの色に合わせて茶色系のアイライナーを使っていこうかな。ラブライナーのダークブラウンを使っていきます。お色味はこんな感じです。こんな感じで描いていきます。マスカラはいつも通りのキスミーのロング&カールバージョンを使っていきます。この商品が世の中から消えちゃったら私ギャン泣いすると思う。はい、チークはねこの間やった海外のプチブラコスメでレビューしたものを使っていきたいんだけど、これねほんとヒットミを買ってからは毎日使ってるんですけど、すごいねちょうどいい中華の発色をしてくれるし、しかも500円っていう安さね。じゃあ今日はこの45番のドライフラワーっぽい色を使っていきます。お色味はこんな感じです。はい、このチークの発色はこんな感じでほんのり伸ばすことができるんだよね。では最後はリップに行きます。私今回カバーマークでリップを2つ買ってきたんだけど、どっちも皆さんにつけてみて使用感をね見せたいので、まずは薄い方からいこうかな。12番シェアピンクです。みんなに伝わるかな？もうこんな感じでね、こう内側から発色してるようなお色、自分の唇がもともとこのお色ですっていうような感じなんだよね。やっぱりねこれ長時間つけてると外側のこの潤ってる感じはなくなるんだけど、でも色自体はね残るんだよね。これが12番のシアピンクっていうお色です。大人っぽくて可愛いよね。次はこのアンバーレッド。もうねこの色本当に絶妙に可愛いんだよね。なんかねブラウンの中にちょっとしたオレンジが入ってて、もうすっごい秋っぽいかぼちゃっぽい色、本当におすすめ。もうカバーマークのこういうリップアイテムがこんなに優秀だと思わなくて、マジでこれはびっくりした。では今日使った商品もね全て下のリンク欄に貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。では今日のビデオが好きだったらいいねボタンお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。でまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バーイ。
ま。